こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、なんとね、宝くじに高額当選2回もしたっていうようなね、そんなね、男性のね、物語がありましたので、ちょっとね、それをね、話していこうかななんて思います。なぜその人がね、2回も当たることになったのかっていうようなね、そんなね、エピソード。ちょっとね、まあ、これいろいろね、まあ、金運アップだったり、そんなね、ことにね、関していろいろね、教訓がね、あるんじゃないかななんて思いますので、ぜひね、最後までお聞きください。はい。それでね、その男性っていうのはね、実はね、料理人で、まあ、仮にね、S さんとします。その S さんはね、すごいね、すごい腕のいい料理人で、まあ、自分のね、お店、オーナーシェフでしょうかね、自分のお店も持って、それでね、まあ、経営もね、こう、お店もね、広げていって、っていうようなね、そんな感じで、まあ、順風満帆にね、行ってたんですけど、まあ、友達がね、まあ、なんかね、事業を始めるっていうことでね、ちょっとね、保証人になってもらいたいっていうことでね、まあ保証人、まあそのね、優しい、まあすごいね、優しい、その S さんはね、そのね、友達のね、保証人にね、快く引き受ける、快くかどうかわかんないですけど、まあ保証人になるっていうことなんですが、まあそのね、保証人になった後、そのね、友達がね、事業がうまくいかずにね、まあ、倒産してしまって、それでね、その友達もね、行方をくらましてしまった。それでね、まあ、借金だけがね、こう、残っていて、まあ、保証人になっていた以上、まあ、払わなきゃならない。でもね、まあ、結構なね、高額なので、まあ、そのね、友達、まずはね、探したけど、どうしても見つからなくて、結局ね、まあ、自分で払おうっていう、そんなね、決意をして、まあ、本当にね、家族とか、そんなものにはね、迷惑かけるんだけど、家をね、売却して、お店もね、いくつか売って、まあ、店をね、規模を縮小して、それである程度ね、借金っていうかね、その友達がね、作った借金をね、返して、それでね、あとはね、月々こうなって返済していたっていうことなんですけど、ふとね、ある時に、歩いてたら宝くじ売り場が目に入ってね、ふとね、何気にね、あ、宝くじでも運試しでね、買ってみようみたいな、そんな感覚で、まあ、宝くじを買ったそうです。そしたら、なんとその宝くじがね、一等が当選したっていうことです。そしたらね、まあ、全部ね、借金はね、返す。つことができたっていうようなね、そんな話で、まず1回目そこでね、宝くじが大当たりした、1等がね、当たった。それでね、まあ借金を返して、それでのなんとね、残りがね、300万円になったそうです。いくら当選したのか、そういったのはちょっとね、わからないんですけど、残りがね、300万円になった。じゃあその300万円でね、まあ、今までね、こう借金返したり、店のね、規模を小さくしてしまったので、その300万円使ってね、まあ、またね、何かね、資金にして、みたいな、そんな風にね、普通の人だったら思う。それで自分のたちのね、ために何か残ったのは使おう、みたいな、そういう風に考えるんですけど、そのね、シェフの方は、料理人の方、S さんはね、まあ、こうやってね、借金を返したのはね、宝くじがね、のおかげだからって言って、まあ、その300万円をね、もう宝くじ、まあ、寄付っていうようなね、そんな感覚で、まあ、宝くじにね、感謝って意味合いで、その300万円をもう一回ね、宝くじにね、購入資金に当てたっていう、まあ、本当にね、そこでね、もう一回当ててやろうみたいな、そんな感覚ではなくて、本当に感謝の気持ちで、宝くじをね、買って、まあ、売り上げに貢献とかね、そんな感じなんでしょうかね。まあ、そんな感覚で、宝くじをね、また300万円分買ったっていうことがね、それでもうそこでね、全部ね、もう、まあ、一文なしじゃないですけど、まあ借金もなくなって、それで宝くじもなく、のね、当選金もなくなってて、それでね、元の生活にね、戻るんじゃないかななんて思った矢先、そのね、300万円で買った宝くじがね、またなんと一等高額当選をしていたっていうことでね、まあ今度はね、まあ今までね、苦労かけた、まあ家族のために、まあ家をね、建て直しっていうかね、まあ一軒家があったのかどうかわかんないですけど、そこからね、まあそれを売却して、それで今借家暮らしだったのか、ちょっとその辺もね、わからないんですけど、でも家族がね、にね、すごい苦労かけたからっていうことで、家族のために家を建てて、それでね、まあ建てたっていうようなね、そんなね、話なんですけど、まあ2回続けてね、まあ、宝くじが当たったっていうようなね、一等が当たったっていう、そんな方、まあこれね、いろいろね、こう、金運がアップするたりね、する、まあ買った宝くじ当てるためにね、まあまずはね、宝くじ当たる前って本当にね、なんかね、すごい苦しいことがね、起きるとかね、なんかそんなようなね、まあ、
少ね、悪いことが起きるみたいな、そんなことがあるんですけど、まあこれはね、友達がね、借金をね、作るときに保証人になって、それで友達がね、逃げてしまったっていう、そんなね、もう人生どん底みたいな、そんなものをね、一回味わう。それでね、宝くじをね、ふとね、買ってみて当たる。まあ家も取られてしまって、お店も縮小して、みたいな、そんなね、感じだったんですけど、でもね、まあそういったね、宝くじ当たる前に何かね、悪いことが起きるっていうのはね、よく言われている話で、そういうことがあった。それでね、二つ目はね、やっぱりその S さんはね、優しいですよね。友達にね、頼まれたら頼まれ事はね、断れない。よくね、頼まれ事はね、試され事みたいな、そんなね、感じで、まあ、保証人になれとかね、そういったものではな、保証人になるだったらもう、相手のね、こう、人格とかね、こういう、まあ、本当にね、なんか、いい加減なような、ね、人だ、保証人ってならなくて、まあ、本当に保証人になったってことは、その友達ともね、深いね、関係だったとは思うんですけど、まあ、そういったものをね、心よくかどうかわかんないですけど、まあ、友達のためにっていう感じで、まあ、そうやってね、まあ、保証人になる。それでね、今度ね、宝くじが当たってから、まあ、まずはね、借金全部ね、返して、それで、なんですかね、残った300万円っていうのを今度はね、まあ、恩返しっていうような、そんな形でまた宝くじを買うんですよね。まあ、自分のね、私利私欲、残ったね、300万円をね、自分の私利私欲で使ってしまったら2回目もね、なかったですし、まあ、本当にね、家族にはね、まあ、家をね、売って、それで迷惑かけたまんまにね、なってしまって、だけどその300万円で、宝くじにね、こう、感謝を伝え、感謝の気持ちで、また新たにね、宝くじをね、買うっていうようなね、そんなね、感謝の気持ちっていうものをね、あったっていうようなね、そんなことで、それで2回目のね、当選につながるっていうようなね、そんなことです。それでね、最後ね、まあ、宝くじに感謝した後、まあ、また当たったんで、今度はね、家族にね、感謝っていうようなね、感じで、まあ、自分っていうようにね、家族だったり、まあ、そういうね、まあ、借金を返せるため、宝くじに感謝したりとか、そういった感謝っていうものがね、あったから2回目もね、当選したのかなーなんて、そんなこともね、感じました。なのでね、まあ、これね、機運アップだったり、そんなね、宝くじ当選するための秘訣なんてね、言って、いろいろね、あるんですけど、まあ、この方がね、やってきたことは、そういったことがね、何件かね、こう、当てはまって、まあ、それでね、高額当選をね、2回もしてしまったみたいに、してしまったっていう言い方は変ですけど、2回ね、したっていうようなね、そんなことですので、なんかね、こう、まあ、宝くじね、自分もね、最近はね、全然ね、買ったりね、してないんですけど、でもね、宝くじってやっぱね、夢があるなぁ、なんて、まあ、宝くじね、まあ、本当にね、ふとね、なんか目についたからじゃあ買おうみたいな、そんなね、感覚で買うのもね、結構ね、大切なのかなぁ、なんて、なんかね、生きてね、絶対当ててやろうみたいな、そんな感覚で買うより、なんかね、ふとね、なんかサービスエリアとかね、そんなとこ行くと宝くじ売り場あるんですけど、ふとね、なんか気が向いた時に買うみたいな、そんな感覚でもいいのかなーなんて。まあよく当たる人のね、特徴はね、もう買い続けるっていうこともね、言われているんですけど、でもね、そういったね、ことっていうのはね、神様がね、なんかね、こう、今買うチャンスだよみたいな、そんなね、ふってね、インスピレーションみたいな、そんなものを送ってくれるのかなとか、そんなこともね、すごくね、感じました。はい。ではね、今日はね、宝くじに2回、当たった男性のね、物語っていうようなね、そんなことでね、ちょっとね、紹介してみました。はい。ではね、今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録、お願いします。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。